はい、こんにちは。アクアソリティです。今日はですね、アクア用品を紹介したいと思います。チェックスさんから出ている塩で元気。その名の通り、塩ですね。こちらをちょっと今回は使ってみようと思います。こちらの商品はですね、単純な塩だけではなく、麦飯石と重曹が入っております。まあ、塩と麦飯石ですね、主に。まあ、軽量カップ付きでミネラルを放出してくれる塩分と麦飯石を混ぜて、まあ、金魚とかメダカとか、まあこの塩分に強い魚に適した商品ですね。まあ、裏の注意事項にはありますけど、古代魚とかエビとかには使用しないでくださいと。なので、まあ、塩分に強いグッピーとかメダカ系とかね、プラティとか、あの辺にも全然使えます。軽量カップが10ミリですかね、10ミリグラム、ジッパー付きのこういうパックに入っております。これで軽量カップで測って使ってくださいというやつですね。内容量は 100g ですね。今回は60センチの水槽に水を張って、ちょっと試しに使ってみたいと思います。この商品はですね、金魚の体液が 0.6 とか 0.7 と言われていますので、その体液に近づけるということで殺菌効果を含めて、元気になるという商品です。そしてこのパッケージに書いていますように、60リットル、60センチ水槽にカップ3杯入れてくださいという案内があります。なので3杯ちょっと入れてみようと思います。この3杯入れることによって塩分濃度がどれぐらいになるか、それを今回はちょっと調査したいと思いまして。この商品はですね、私が思うには、この病気の時に治療するとかではなく、通常の飼育下でこう使ってくださいっていう商品ではないでしょうかね。通常病気の時に使う塩分濃度としては、この容量が少ない感じがするので、そうですね、まあ通常病気であれば60リットルであれば 300g、まあ、塩を入れれば 0.5% になるので、まあ、3分の1なんですが、この 100g が麦飯石とか重曹とかも含まれているので、実際の塩分はもっと少ないでしょうから、まあ、それをちょっと調査してみたいと思います。こちらの塩分濃度検査器でちょっと測ってみようと思います。はい、 0.0%、 数値では出ないほどの塩分濃度ですね。まあ、0.01 とか 0.02 とかは分かんないですけど、 ともかく 0.1 もいかないような、実際舐めたんですけど塩分が入ってるか入ってないか分からないレベルです。次にこのパッケージの全容量 100g を入れたいと思います。残りのすべてを入れます。これで塩分濃度はどれぐらいになるか測りたいと思います。はい、かなり白く濁っておりますが、これは麦飯石か重曹は分かんないですけど、まあなんかそういう類のやつが
0.1% ですね。全容量全部 100g 入れて 0.1% ですね。ということでこの商品はやはりこうあの塩分濃度低いので、あの通常の飼育下で使ってくださいという商品ですね。 0.1% でした。ご視聴ありがとうございました。